皆さん、つくば行ってみたいと思います。本日の全体像はこちらで、合計ののもあるんですが、ちょっとさすがに全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、この色のついた最初の5台行ってみたいと思います。で、記述説明とか三沢空小銃ですね、さまざまな説問形式がございますが、これらの対策どうしたらいいですかという方のために、皆さんこのヤダッチとスタディの再生リスト、まあ、記述説明問題対策は国公立大英語で、空小銃とか河川物説明の次第型は G マジもしくはカンカン同立、そして問いの6番に合成序問題あるんですが、並び替えや正序、各種説問の対策動画は全て揃っておりますので、こちらも合わせて活用なさっていただけると嬉しいかと思います。では一緒に頑張りましょう。サミさん、第一段落でございます。ここは皆さん説問関係ないので一読だけお願いいたします。サミさん、続いて第二段落でございます。河川部市場に関する説問、一読していただいた後検討をお願いします。サミさん、河川部にミステリーと書いておりますが、それが一体なぜなのか。で、そのヒントが皆さん、これコロンですよね。皆さん、コロンは左側の表現を右側で説明すると。で、皆さん、読んでみると、科学者たちが皆さん疑問に思ってますよね。バッチリ繋がっております。ですから、まず書くべきところが見つかりました。皆さん、読んでわかるかと思いますが、海の中に皆さん、プラスチックが見つかってないんですね。で、もちろん後で模範解答を示しますが、まずは皆さんが書いていただいたところ。皆さん、この部分が入ってるかどうか確認をお願いいたします。ただ、ここだけ書いてもミステリー、謎にはならないですよね。ですから、次の文章を読んでみると、皆さん、このあたりでピンときませんか？世界におけるプラスチックの生産量が急激に増えてると。で、皆さん、急激に増えたら、海の中で皆さん、もっと見つかるはずですよね。ですが、あんまり見つかってないと。これはおかしいとなりますよね。だから皆さん、ミステリーにつながっていくのではなかろうか。ですから、この緑のところ皆さん、記述に入れるべきですね。で、皆さん、この緑のところ、その後読んでいくと、具体的な数字が出ております。ですが、って感じ、皆さん、バットがありますよね。で、皆さん、読んでいただいたかと思いますが、皆さん、海の中に漂流しているプラスチックの量。それ、皆さん、急激に増えているようには思えなかったんですね。おかしいってなりますよね。ですから、皆さんの回答の中に、このあたりの内容、オレンジ色と緑色、ここが入ってるかどうかを皆さん確認していただけるとよろしいかと思います。ですから、世界のプラスチックの生産量が急激に増えているのに、海で見つかってる量は同じ速さで増えてはいないようだ。そんな感じで皆さん書かれてあればよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落でございます。まずは空所A、問の2番の検討をお願いします。さあ皆さん、うにゃうにゃなプラスチックということですが、皆さん、ヒントはこのピンクのところでいけそうですね。まあ、めちゃめちゃ小さいと。しかも見ることが難しい。まあ、確認するのが難しいほど小さくなってるんですね。ですから選択肢の A、まあ、有害か無害かは関係がありません。で、選択肢の B は皆さん大きい。皆さん小さくなってるって言ってますからね。で、C を突っ飛ばして D、貴重な。皆さん大きい小さいの話でございます。で、選択肢の E も再利用。まあ、そんな話はなし。ですから選択肢の C、皆さんミッシングということですから、皆さん行方不明とか皆さん見逃してしまうと。それ小さいんですから、やっぱ見過ごしてしまいますよね。見逃してしまうほど小さい。ですから皆さん、このピンクのところの言い換え可能でございますので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所E の問題でございます。皆さん、説明のシーンに3箇所と書いておりますが、皆さんまずこれが1箇所目ですが、ここで解けますからね。もう一度一読していただいた後、検討をお願いします。で、皆さん、説明の指示に本文中から抜き出せって書いておりますが、皆さん、この段落にはその該当する表現がないんですね。じゃあ、できないかと言われた皆さん、ここで皆さん、熟語ご存知の方いらっしゃるかと思います。そうです。as ですよね。as it turned out、蓋を開けてみると。分かったことと言われたら、そんな感じでございます。皆さん、このタイミングで分かんなかった方、皆さん2箇所目の空所、そして3箇所目の空所、そこまで待っていただいてもいいですからね。で、ちなみに明日はどこにあるのか、これ皆さん見えてるのは第3段落でございますが、この後第2段落ちょっと移動させますね。そうです、こちらでございます。ですから正解は明日ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。で、皆さん、ご覧の通り、ちょっと選択肢が全部入ってないんですね。ですから、まずはこの段落、一読をしていただいた後、この説明の指示の確認をお願いします。
すみません、選択肢が全部見えました。で、下線部2番、このテストで分かったこと、それを一つ選ぶ問題ですからね。検討をお願いします。すみません、これ選択肢1番、出だしが全部同じになってますよね。で、該当箇所はここ。ですから、まずはこの文章を熟読していただいたかと思います。で、皆さん読み始めると、カモンイン、点点点。それが皆さん選択肢の B といけんのかな？なんか似てるなと若干感じてしまった方いらっしゃるかもしれません。皆さん、found は書いてませんからね。で、その後読んでみると、devour。皆さん、プラスチックをむさぼり食うと書いてますね。で、これだったら皆さん選択肢見つかったんじゃないでしょうか。まずは選択肢の A。皆さん、掃除はしてませんよね。で、選択肢の C をすっ飛ばして D。ノーマルフード。まあ、そんな話は書いてませんよね。で、一方選択肢の E は良さげですよね。プラスチックを消費してる。まさにむさぼり食うとはバッチリです。で、皆さん、飛ばしたら選択肢の C。break down。皆さん、確かに本文中このあたり書いてますよね。ですが、本文は single bag。で、一方選択肢の C は very small fragments。言ってることが違います。ですから、どうやら E が正解ですよね。たぶん選択肢の E の expel。これがどこにあるのか。と思って皆さん、次の文章中つなげていくと、これ段落一番最後ですよね。特に皆さん、eliminated。除去する。取り除くと書いております。で、それが選択肢の E の expel。これに言い換えられているだけでございますので、やっぱり正解は E ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落でございます。ちょっと長いので、まずは全体像を把握するために一読だけお願いいたします。さあ皆さん、続いて問いの5番でございます。このあたり一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、空欄ウでございますが、どの選択肢を選んでいただいても動詞。ですから、ざっとの左側の名詞。この先行詞の説明ですよね。で、皆さん、分かっていらっしゃるかと思いますが、この current。現在のという意味じゃないですからね。そうです。海流ですよね。皆さん、スピンと書いてますからね。ぐるぐる回ってる様子でございますので、海流。じゃあ、皆さん、その海流が garbage、ゴミをうにゃうにゃする。で、選択肢 A を見ると collect。皆さん、ゴミを集める。まあ、清掃員じゃないですからね。で、選択肢の B は案内する。皆さん、車のナビゲーションシステムのイメージでよろしいかと思います。目的地はこちらですよ。案内します。皆さん、海流はそんなことしませんからね。で、選択肢の C は購入する。100万円です。みたいな話はないですね。ですから選択肢の D。そうです。輸送する。ゴミを運ぶんですよね。で、海流であれば皆さん、ゴミを運んでくれそうでございます。で、皆さん、空欄へは集約させるでいいのか。もちろんその頻度はこれですよね。蓄積。そうです。蓄積ということは皆さん、一箇所に固まってくるということですね。ですから、集中、集約とバッチリ。ですから、正解はやっぱり D ということでよろしいかと思います。